アドリアン・マリル・ジャンドルは、フランスのパリ出身の数学者。統計学、数論、大数学、解析学で様々な功績を残した。中でも、整数論や、大円積分に大きく貢献したとして名高い。1752年9月18日、パリカ・トゥールーズで生まれた。マザラン学校にて学んでいるが、この頃から、すでに数学に優れていた。また、 ルジャンドルが数学に関する影響を受けた人物であるマザラン学校の神父であり、数学を教えていたヨゼフ・フランソア・アマリエは自身の著書にルジャンドルの業績を紹介した。この著書が後に、同国の哲学者、物理学者、数学者であるジャンル・ロン・ナ・ラン・ベールに認められ、パリ陸軍学校の教授となった。1780年、ベルリンアカデミーが バ出に対抗して運動している物体の軌道という問題を出題し、ルジャンドルはこれを解くためにパリ陸軍学校の教授を辞めた。1782年、弾道論に関する論文をベルリンアカデミーに提出してアカデミー賞を受賞した。1783年、アカデミーでシアンスの会員となる。1787年、パリテン問題。 グリニチデン問題の即地に貢献し、1789年、王立協会フェローになる。フランス革命が起きた後、1789年7月14日に、フランス革命政府に行為を寄せていたものの、横島で生臭い政策に協力することができず、パリの裏町に逃避した。裏町に逃避していたため、ルジャンドルは公職についていなかったが様々な研究が、 認められて、パリ科学アカデミーの会員に選ばれ、1794年に、エコールポリテクニークの卒業試験の委員にもなった。1798年の著書、数の理論に関する施策は、ドイツの天文学者、数学者、物理学者であるカール・フリードリヒガウスの1801年の著書、整数論の登場により、影に渦漏れることとなった。 1815年に退職して3000フランの年金をもらったが、政府により年金を没収されることとなる。1825年から1830年頃にかけて表された楕円関数論は名著とされているが、同分野は後世の19世紀になり、ノルウェーの数学者であるニールス・アーベル、ドイツの数学者であるカールグスタフ・ヤコブ・ヤコビによって発展していったため、 ルジャンドルの業績はあまり目立たないものとなった。1833年1月10日、パリで亡くなる。ルジャンドルの研究は多くの数学者に受け継がれ、様々な理論が生み出された。例えば、アーベルの大円関数論の研究や、ガウズによる最小値情報や、数論の研究などは、ルジャンドルの仕事が元となっている。例えば、ルジャンドルの平方状予期語がある。 これは、A が P を法とするとき、平方乗与であれば、イコール1とするのであり、対する平方非常用ならば、イコールマイナス1とする。これが、ルジャンドルの業績である。ここに、オイラーの基準を導入すれば、相違なる2つの基礎数に対して、平方乗与の相互法則を持つ式が完成する。確かに、数論では、オイラーによって予想された。 平方乗用の相互法則の証明を試みたが、当時は証明されていなかった。三述級数定理を使ったため、ルジャンドル自身の論文は不完全な証明となった。平方乗用の相互法則は1801年にガウスによって整数論で最初の証明が発表され、三述級数定理は1837年にディリクレによって証明される。1796年に 素数定理を予想し、1798年に出版した著書、数の理論に関する施策で発表している。素数定理は1898年にジャック・アダマールとドラ・バレプーさんによって独立に証明される。1825年9月にフェルマーの最終定理の N イコール5の場合の証明を完成させた。この証明は1825年6月のディリクレの 証明の残された部分を保管するものだったので、ディリクレとルジャンドルの論文は独立に証明されたものではなく、二人で協力したものでもなかった。ルジャンドルは、大円積分の分類など、大円関数論に関連する研究も多く言っているが、ヤコビア、アーベル、ガウスの到達した逆関数の重要性にまでは気づいていない。解析力学では、 ラグランジアンからハミルトニアンを導くときに用いるルジャンドル変換にその足跡を残している。これは長らく数学者アドリアン・マリルジャンドルの肖像画とされていたがフランスの政治家であるルイルジャンドルの肖像画である。2005年までにおよそ2世紀もの間ルジャンドルの肖像画はフランスの政治家であるルイルジャンドルの肖像画と間違われていた。単純に ルイルジャンドルの肖像画に、ルジャンドルと書かれてあったものを、政治家のルジャンドルではなく数学者のルジャンドルであると、判断してしまったのが、誤りの原因とされている。トゥールーズ出身ともされる。イアナガホカ1976、P595、ABC ルジャンドル、コボリケン。アダチ2006、P150、チェンジングフェイセズ、ザミステイクンポートレートオブルジャンドル。 2013年1月4日、閲覧。ありがとうございます。